今週も始まりました、安部智和の Song for You。 今回はですね、 PB ショー3のブルーレイ DVD のおまけ CD でもあります PB ショー3歌うた島高野菜を大特集したいと思います。ゲストはパンジャポッパーズの皆さんです。どうも初のゲストですね。ありがとうございます。今回はですね、ここでしか聞けない裏話も込みでセルフライナーノーツ風味でお届けしたいと思います。はい、10曲もあるんでね、ちゃっちゃと行きたいと思います。そうですね、多いからね、豪華なおまけ、はい、まず1曲目、歌うた島の序曲。これはですね、 PB ショー3のオープニングを飾った曲ですね、うん、はい、最初からそんなイメージしてなかったんですけど、西山演出がみんなで歌って登場する歌をということで、うんうんうん、ご注文をいただきまして注文しましたね。そうですね、あれ紅白を、うん、目指してたんでね。ああ、そうね。目指してね。なんか最初家族対抗歌合戦みたいなやつっていうイメージ。そう、全然それがイメージつかなかったんですけど。いっぱい調べてみてね、やった曲ですよね。うん、で、一応この歌うた島なので、歌さんが主ということで、はいはい、歌さんの声を入れたりとか、うん、あれ本物なんですよね。うん、あの声、うん。あれは実を言うと一番最初に作った誓うという曲の時に入ってたね、うんうん、なんかいくつか撮ってたんですけど、うんうん、それのネタを、なるほどね、なるほど、組み込んでるんです、ね、はいはい、これ最初のね、レコーディングした時の裏話なんですけど、西山さんが渡辺美里風で歌ってくれた、うん、あ、なるほどな、そうだったの ね、 オープニングね、似てるの、すごい、なるほどなあ、似ちゃってるな、すげえ、それがね、すごい面白かったので、ね、もう一回聞き直していただけると面白いと思います。はい、似てます、はい、じゃあ次、2曲目、 2.14 チヨコレートセンセーション。これはですね、2016年2月14日市川智也対談式の時に作ったんですよ、うん、はい、そうですね、あれはバレンタインデーだったから、なんかそんな曲にしようってなって、そうそうそう、もうまさにバレンタインだから、うん、そうですよね、うん、だからすごい、あの曲は今までのパンジャーソングとはちょっと違う今っぽいビートを使ったつもり、はい、つもり、そうはなってないんだけど、なんかね、アニバーサリーソングってなかなか面白いなと思って、うん、あんまないんでね、ないね、作れそうで、うん、だから面白かった、全員が歌っててね、うん、で、住所のその小さい部屋の小部屋でね、小部屋でね、レコーディングスタジオで作ってね、で、この曲はね、実はみんな好きだと思うんですけど、吉本のスッチー、はいはいはい、スッチーさんが、スッチーたちが飴を巻くんですけど、飴ちゃんのね、うん、あれを真似してやりたいなって、チョコレートをね、前巻きましたね、巻いたね、めっちゃ巻きましたね、それそれ、はいはいはい、なんかこれがね、面白い、うん、これ PB ショーではやれてないんですけどね、あ、そうだったっけ、この間の忘年会でやりましたけど、うん、あ、そうだそうだ、 PB ショーではやらなかった、そうそう、ね、懐かしかったもんね、うん、そうだね、ダンスもありつつね、そうそう、どんなんだっけな、忘れちゃって、ね、この間やろうと思ったら忘れちゃったんですけど、うんうん、なんとなく思い出す、ぜひぜひ 2.14 バレンタインデーで皆さんもやっていただければ、はい、そうですね、チョコをね、チョコ巻いていただければ、はい、嬉しい曲です。で、3曲目、愛のエレジー、咲森さんです。これはもう完全な新曲で、歌謡曲集が、はい、そうですね、そう、濃厚な感じです、ね、めちゃめちゃ頭に残るよね、この曲、うん、なんかね、アルバムを今回作ろうってなった時に、やっぱみんな一人一人が参加してた曲が集まったので、うん、哲也さんもね、なんかやってないねって思いながら本当はソロって思ってたんだけど、ちょっと咲森さんの方が先に曲ができちゃったんで、これいけるなと思って、で、実は前も話したんですけど、こだま始発っていう最初の曲があって、うん、それはなんかので置いてかれた男の人の目線で今回は作ってみた、前は女の人の目線で、はいはい、作ったんだけど、それのなんか続編みたいな感じで作ってみましたね、うん、感想のね、無意味なハミングが面白い、はい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 、めっちゃ笑いましたよちょっとねなんやねんっていうね、それが面白いと思います、ぜひ聴いてください。じゃあ4曲目、玉津さんのバラード、来た出た、玉津さん、これはですね、はい、4投目公演の里見発見で、はい、浅見さんがやった役、はい、から引用してるんですけど、ね、どうですかね、
今頃っていうか、これだけ時間が空いてこれが来ると思ってなかったから。でもなんかすごくハマりましたよ、自分としても。ただあの歌の練習してる時はもうちょっと勘弁してと思ったから、あの呪いのセリフを何回聞くやらっていうね。なんかね、どうやったらあさみさんが面白くなるかなって思った時に、すいません面白くなくて、たまずさだなって。なんかね、ゆきさおりさんのね、夜明けのスキャンみたいなね、そこが合体するかみたいな ね、 そうやれたなと思って。すごいあのダメ出ましたよね、レコーディングでね、そのスキャットの部分でね。あ、歌じゃないところ、歌じゃないところ、ね、何回も撮り直しましたよね。なんかこれあの PB ショーでは花びらの演出があったじゃないですか、うん、はいはい、はいね、みんなでね、で花びらのポイントでみんなわーってやるっていう、うんうん、ついこの間、うん、あの家であの花びらがまた出てきましたいまだにどこかで出てくるっていう潜んどる潜んどる、もうずっとすごい恐ろしい曲ですね、うん、恐ろしい曲です、続けるよ、はい、じゃあ次5曲目、八男。はい、八男ですね、ブンブンです。これはあれですよね、うん、中井のしんちゃんのソロ曲ですけどね、これ最初はね、特に何のタイアップもなかった。そうなんですよね、ただただタイアップってすごいですね、タイアップというかなんかのイベントのために作ったとかじゃなくて、全然違うね、レディオパンボンズで初披露だった。これ本当にあの BB ショー3に向けて最初に書いた曲なので、何の関係もなく、そうでもね、僕の中のイメージでね、あのプレディ福山さんっているじゃないですか、うん、それがね、あのスタンディングオペーションを作るときに、あの庭師から、うん、庭さんからですね、こんな曲が僕の中で今流行ってますっていう参考 CD の中でやった、うん、ガレージシャンソンショーっていうグループがいるんですけど、うん、その曲の要素が、あ、そうなん、なんかようやく出てきたみたいな。へえ。なんかああいうね、D メロ、特に D メロのタラララって3拍子に変化するところがなんかね、そんなイメージで、あ、うまくなんか出てきたっていう、そうなんだ、それがしんちゃんのところに出てきた、へえ、それを庭さんではなく中井さんが歌うというね、出てきちゃった、うん、俺の中ではなんとなくこう、うん、イエローモンキーのイメージだった、おそう、うん、全然ないけど、この人を照らしたのとことかなんかイエローモンキー、ああ、なるほど、うん、それは自分がそのように歌ってるだけじゃないそう初めて聞いた時、私の中ではヒロミ GO です。私もヒロミ GO だった、もうそう、イメージ的にはそれだったけどね、うん、そういうダンスでしたね、うん、そうそう、それを意識した感じのね、なんかね、今後 PBQB でもやるかもしれないですよね、うん、私歌いたいよね、この歌ピンに出たのね、じゃあ歌ってみたい、そういう感じですね、この曲、うん、はい、6曲目、じゃあクラブアンダーグラウンドガール、あ、かっこいいやつだ、うん、かっこよかったな、これ、これよかった、ちょっとかっこいいですね、うん、かっこいい、ね、これね、PB ショー3ではね、あのジムちゃんが何やろうっていう話になった時に、うん、R&B を本当やりたいって言って、うん、おーおー、じゃあやろうって言ってて、うん、なんかミーシャみたいな、エブリシングみたいな、うん、バラード系のちょっと R&B で行こうかっていう話だったんだけど、うん、それあのやっぱり PB ショーっていろいろ演出があるので、うん、それを考えた時になんかこう月9みたいなのするとかって言って、うん、ちんちゃんも言ってたんだけど、もう月9の演出ってなった時に、うん、女性はまあ夏見でやれたとしても相手役誰がやるかいねえぞ、無理だって、誰もできねえっていうことになってその線は消えていった、小栗旬がおらんからなそんな曲だったんですけどね、でも PB ショー結局この曲でやるってなって、うん、マネキンショー、マネキンチャレンジみたいな、はいはいはい、流行ってたね、うん、やったじゃないですか、うん、後で僕映像見たんですけどね、うん、藤谷真希さんの微妙なストップっていうのはね、ね映像を見るとね止まれはしないし、セリフは聞こえないしねトラブルってなるよね、あそこね、面白い時間だよ、これはね、映像でドラマ自体で良かったよね、面白かった、あれ面白かった、それを確認していただければ面白いと思いますさて、7曲目、ワオ。ああ、ワオね。これはですね、2015年の5月10日、ファイブタイムズアニバーサリー、5倍記念日パーティーで初披露した曲なんですよね。誕生日のお祝いをする歌で、これパンジェニオンさんから実は誕生日の歌ってないっすよねって言われたのが、僕の中ではすごいきっかけがあって、あ、そうか、ないなぁ、つか、言ったら面白いなぁと思って、で、そのファイブタイムズの時に違うアカペラの曲をやってたじゃないですか、チェッカーズ、ね、うんうん、ね、なんかそれを言ってたので、あ、これもなんかアカペラがいいかなと思って、うんうんうん、まあね、
言っちゃうとドリカムのね、うん、ハッピーバースデーの曲があって、はいはい、それも僕の中でイメージがあって、うん、あんな曲があったら面白いなと思って作ったっていうのがきっかけかなと思って、うん、でもね本当にハッピーバースデーっていうタイトルじゃなくてワオっていう言葉に集約できたのが僕の中ではすごいありだったなっていう、うんうんうんでハッピーバースデーでいいんだけど、うんうんうん、和をでも伝わるでしょ、うん、なんかその楽しい感じは、うん、それがいいなと思ってでね途中で歌詞で、うん、超良き日でありますようにっていうのがあって、はいはい、僕の作詞のなんかイメージだとそこ実はまあ良き日でありますようにって書いてて一番最初、うんうん、でりょうさんがここ超にしてくんなとかって言って恐る恐るできたみたいな、あ、いいですねって言って、うんうんうん、あ、超だと思ってなんか僕の感覚だとそのまあっていう感じがいいなと思ってたんだけどほどほどな感じなのそうそう控えめな、はいはいはい、いいよってそんなスペシャルじゃなくて、うん、でも超だなと言われて、うん、ああそれしっくりきたと思って100% ハッピーにした、うん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 、それすごい良かったなと思います、はい、で8曲目、喧嘩大工公然寺前、はいはい、公然寺近子公然寺近子近子さんすごいですよね、うん大御所キャラですよね。もう完全に大御所キャラですね。続き、紅白の鳥を取る、うん、演歌歌手でございます。なんかもうこの名前が先に来てますね。来るに当たりみたいな。すごい強いなと思って。これあれですよね。これ言っていいのかわかんないですけど、西山さんのご実家？ご実家、ね 兄が住職をしているお寺、伊賀上野にある高禅、ねはい、寺っていうところの住職なんですけど、使おうっていうこの歌いいよね。なんかね、ドドン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 一緒に歌いたくなるんだよ、こう拳握って、うん、これはね、何を隠そう、はい、夜桜お七をやろうっていう話で聞いていただければ分かると思うんですけどまんまだよねっていうところがね、うん、でもね、パクリじゃないですよ、ね、パクリではない、パクリではなく、でも本当に、あ、でもその匂いがグンブンするっていう、うんうん、でね、中に出てくるね、高禅寺に伝わる民話なんですけど、うん、ジョロウキツネっていう、うん、祠があるんですよね、うん、そう高禅寺に、ね、そうなんだ、なんかそれがなんかネットで載ってて、うん、あ、なんかそれが引用できないかなと思って、うん、作った曲なんですよね。勉強家だからね。なるほどね。調べてくれ。そこちゃんと行くっていう、うん。なかなか行けなかったんですけど、だから今度行ってみようかな。そうだね。私が知らんうちに行かんとるけど、行くなら一緒に行こう。そうだね。ご案内するからね。ちゃんとチェックしたいと思います。はい、9曲目。栄の音楽堂ブルースチトチトとハッピー&パープルですね、うん。これはですね、一番多分この10曲の中では一番最初に一番古い曲ですね。あ、はいはい、そうかもしれないですね。2014年なんですよね。パンジャーボンバーズ式リーディングシアターと栄の音楽堂あそん時のおまけステージで初披露、はいはい、その時だ、リーディングシアターね、もういつぞやっていう、だいぶ前やね、懐かしい感じがするね、うん、そうそうそう、大御所キャラのね、ちとちと、うんうん、3曲目の曲なんですよね。なんでこの曲をおまけでやろうって思ったんだ、なんでやろね。そうか、おまけがあったんだっけ、だそれ。おまけもやったんだよね。そっか、記憶がない、ないね、やったらしいですね。なんかサイン会とかやったよね、販売会とか終わってからやったっけ、うん、そうか、やってたやってた。でも確かにこれってこの1曲のための CD があったもんね。そう、シングルで、うん、ちゃんと撮ったもんね、うん、うん、撮ったね、うん、そう、我らがね、ホームの栄の音楽堂を舞台に、うん、そうか、曲なんですけど、ハッピーアンドパープルもあれ延べ人数何人になるんでしょうね、コーラスね、イルミネーション3はも う, もう関わってる人を全部数えていくとすごい人数になるよ、ね、そうね、超ハッピーアンドパープルです、ね、超強すぎるというね、そう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 、いっぱいだよね、なんかもうネタでしかうるさいうるさい普通に歌ってんのにうるさいっていうね、あの時音響さんにマイク切っていいからって、ああそうか、使わなくていいからっていう、うん、でもやっぱもともとこのチトチトは一番最初にやった時にクールファイブがやりたいっていう、うん、あ、前川清、はい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 、で3曲目にしてようやくそのっぽさが一番出せた曲かなっていう、あ、そっか、曲調的に前川清っぽい歌い方でみたいな、なんかそれがうまく出せた曲かなと思って、でもね、みんな気に入ってくれて、うん、栄の学堂の後藤さんが一番気に入ってくれたので、うん、そうですね、良かったな、そうですね、思いますね、はい、
じゃあ最後、PBQB の今だから、はい、これ完全新曲、一番新しいというか、もともとはね、なんかあの、映像でも入ってるんですけど、夢っていう曲を入れるつもりでいたんですけど、なかなか形にならなくて、まああれはあれでいいよねっていう話になって、うんうん、で PBQB でも曲を作ろうって思った時にこれが来て、うん、すげえと思って、うん、西山みたいな歌詞書いてた、うん、私の前だっけ、なんかっぽいね、うん、そうだね、なんかすごい良かったなと思って、うん、で作ってみてね、なんかこうアンベトラップと呼ばれるものがあるじゃないですか、はいはい、ありますね、あの一文字違う、はい、サビだけ、うん、一音違うとかね、うん、それを極力避けようという目標のもと、うん、それで歌いやすいって思ったんだ、うん、私これでもね、あまりにもストレートすぎてね、不安ってみんな言う、うん、そう、逆に私あれなんか間違ってこれここで合ってますかみたいな、アンベトラップに慣れすぎてるのね、そう逆にないよね、そうか、この間のね、忘年会で初めて披露してね、うん、なんかみんなもね、いいって言ってくれてた、あ、ほんとに、よかったよかった、うん、聞いたんで、作ってよかったな、うん、よかった言うたよ、多分ね、これからもなんかどんどん変わっていくような曲だもん、うん、演奏できるので、うんうん、そうね、演奏もね、楽しいですよ、うんうん、そんなに難しいわけだから、ね、うん、実はっていうのもあって、うん、そうね、これからどんどんこれも成長していくと思うので、うん、ぜひ聴いてください、うん、はい、はい、ということで10曲をお届けしましたが、これがね、この CD についているのは PB ショー3のブルーレイと DVD を買っていただくと、はい、おまけでついているの で、うん、でこれも数には限りがあるので ね、お早めにと、お早めに、はい、ということで、ということで今回は PB ショー3の歌うた島高野菜を大特集いたしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。